おはようございます。ダメだ、なんか乗っちゃってるけど。サムちゃんとともく乗り込んでおります。今お父さんね、荷物運んでたカートをね返しに行ったんですけども、9時20分ぐらいからホテル中華を落としてこれから出ます。どこ行くとかは聞いてないけど、まあ、簡単に歩けるところ、歩いてから帰ろうってことになりましたので、まずはねそちら向かって、どのぐらいかかるならここからそんな遠くはないと思うので、お散歩というかまあハイキングして、ご苦労様です。入れてみなきゃ。うん、それからね帰ろうと思います。よろしくお願いしますね、お父さんね。今日どちら行くんですか？ミークスクリークフォールズトレイル。ここからどのくらい？40分ぐらい。で、コースはどんな感じ？どのぐらいなの？1時間半ぐらい。オッケー。そんならしいです。ということで、出発しましょう。よろしくお願いしますね、ダムダムくね。まずはお散歩ですよ。はい、出発進行。トレイルヘッドが到着しました。こっち、レイクね。私は行くよ。でも耐えちゃったよ。そんな難しいコースじゃないと思うけど、この子たちいるしね。歩いていきましょう。今日仕事ですね。水飲まなかったから全然。うんちが硬くて、朝すごい大変だったみたいな。ねえ、ダムちゃん。ダムちゃんいつも硬いけどね。いや、涼しいっていうか肌寒いぐらいだわ、日陰。気持ちいいね。もう来たけど。うん、僕はそこでするんですよって。はい、行きましょう。何もないね。もう道が全然わかんないね。ねえ、ドブタ、大丈夫ですか？そこ行ける？ドブタ、抱っこする？歩ける？入っちゃダメよ。行ける？ドブ、こっち行こう。ダメか。ちょっと持ってこう。ドブ、行こう。はい、行こう。こっちよ。大丈夫？ついてる、ついてる、ついてってる。ドブちゃんも行った。ちょっと戻ってきた。はい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 、カメラ持っていこう私。よいしょ。 ありがとうお父さん。トムタ大丈夫？はい、行ってください。誰も進まない。はい、そう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 、そっちそっちそっち。いや、上手上手。いける？うん、よいしょ。はいはい、トムタ上手だったな。トムタも上手。まっすぐ行って。上手です。はい、頑張れ頑張れ。もうちょっとだ。匂い嗅いでるけど。あ、行くよ。何の匂いするの？はい、行ってください。はい、行きましょう。なんか次はくぐなきゃいけないっぽいけど。何これ、めんどくせえな。めんどくさいっておかしくな い。下でいいんだろうけど。行っちゃったよ、ほら。こっちですよって言ってんの。ちょっとそっち置いといて。いいからいいから、はい。そっち置いといて。すぐ来ますから。はい、ここが聞こえてる、はい。やめてよって言ってるよ、タブちゃんが。怖いわねって。あとはどっちから来るの？よいしょ。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 よいしょ、くぐって行きましょう。結構飲まれた、太かったね。行けますか？はい、上手上手。ふにゃふにゃ。昨日雨降ってるし、結構ね、道もぬかるんでるところがあって、水分含んでね、木もね。来られますか？食べていける？はい。頑張れ頑張れ。よし。はい、あ、上手上手、サムちゃん。すごい勢いで来る。ダメだわ。とにかく急ぎたい。ねえ、トムタ、ゆっくり歩くとかできないわけ？できませんよ。とにかく追いかけたい。はい、行きましょう。どうぞどうぞ。はいはい。トレイルヘッドのあたりに戻ってきたかな。車の音がね、ちょっと前から聞こえてきた。ずっと静かだったからね。全然違うね、音が。めっちゃテンション高い方いらっしゃいますけど、ずっとハイテンションで。タブちゃんもすごい楽しそうだった。ニコニコして一生懸命歩いてただけで。出てきたね、消防署がね。ちょっと出入り口離れてんだね。あっちの方だもんね、車止めたのね。聞こえてない。当たるよ。はいよ。車来ちゃった。急げ急げ。いいよ、行って。昔は渡れる時で渡ろう。車戻ってまいりました。頑張りましたね、ご苦労様でした。ブーブー乗ってお水飲んでね。で、出発しましょう。車乗り込みました。あれ、タムちゃんだけだ。トムくんどこ行った？さっきまでそこ入ってたんだけど、いなくなったけど。お父さんも着替え持ってたみたい。私も真面目な格好や。着替えで、もともとこれで帰ろうと思ってたからさ、今日歩くっていうの聞いてなかったので。まあでもね、余分にお洋服持ってきてたから着替えて、まあそんなにすごい汗かかなかったかな。汗かいても蒸発してたのかもしれない。
なきゃ。まあ、ということで今12時過ぎですね。こっからどうやって帰ったら早いんだとか言ってるけど電波がなくて調べられないのでまあまあとにかく電波入るところまでね車進めて、それから決めてもいいしね。会社の方の携帯も入りそうだね。私のやつもダメだから、お父さんのプライベートのダメなので無理だ。北にいるかな。もう午後で帰った方が早いのか。好きにしてください。いいよ、お父さんの好きにしてくださって、勘に頼って生きてください。にしてみます。はい、よろしくお願いします。早きます。イコールダウンタウン通り抜けるんだけど大丈夫でしょうか。あ、時間的にどうじゃない。トラフィックの時間通り抜けるんだったら悲惨なことになるからね。よし、まあ、とにかく出発、お家帰ります。ねえ、私は行ったの。もう見てるのようなんですよね。とりあえずフリーウェイ降りて、何か食べないとって言ってモール入って、チポレがあるからじゃあチポレだって言ってチポレにお父さん買いに行ったけど、ボールを二人で半分こしようってことになったので買ってきてくれるみたいですね。どうだ、見てる。よし、お父さんまたお父さん戻ってきて、影のところ移動してきたのでボール買ってきてくれたから出して食べよう。よし、準備しましょう。ご飯食べたの、ポテトチップ食べた。後ろはすごい静か。おトイレ済ましてね、ちゃんと出発しました。もう結構経ってるんだけど、出発してるから何にもないね。まだあと6時間もかかるんで長いね。ガソリン入れてるね。休憩タイム、この後ダウンタウン超えるから。 LA のね、今何時だ、7時か。このガチョンご飯の時間もだし、これが最後の休憩になると思うので、そのガソリン入れてね、おトイレ済ましてご飯済まして行きましょう。はい、トブトゥ、何してるんですか今。お散歩して、おトイレして、お前食べたんですよ、なんですよね。ね、ダメでもね。真剣にお二方とも食べてらっしゃいましたが、もうずーっと静か、めちゃくちゃ静か。前に来ようともしないでずっと寝てるね。ニーニー、うん、暑いんだよね。そう、ここ暑いのよ。いつも暑いんだけど、ほんと暑いの、この地域が。まあでも今日熱波警報出てるけど、最高気温、まあ40度いってないね。39度だ。でもね、今7時半過ぎでまだ36度あるの。そう、だからずっとね暑いんだろうなと思うんだよね。一番気温が下がっても24度で朝の6時だもんね。暑いんですよ。だからちょっとお外さ歩いてきたからへへしてるけど、まあでも車の中はそこまですごく暑いわけじゃないから、お父さんもすぐ来ると思うので、お父さん来たらねまた出発しようと思います。そうだな、あと2時間ぐらいかなと思う。ダウンタウン超えるのに混んでなければね。まあ多分もうこの時間だから混んでないとは思うけど、あと一踏ん張りですからね、よろしくお願いしますね。お利口者しててね、ねんねんして、よろしくね。マイクよとしてる、いい、早く来なくて。トブトもこんなんしてるけどさ、車を動いてさ走り始めるとさ、あ、もうこれは寝る時間ですねってなってさ、おとなしくなるからね。お家帰ってきました。まずはお庭探索だね。おトイレ、おトイレ。サムちゃんがでも一目散にお水のところ行って飲もうとしてて、ないわねないわね言ってたから、止めてってるからさ、洗わないといけないし、そう、喉乾いてるんだと思う。どうかな、チェックしてますね。お利口ですね。トムトはどうかな、トムトもしたね。よしよし、お利口ですね。お手入ろう。器にお水入れてあるから待ってて、タムちゃん。お父さんが荷物を下ろしてきてくれるので、帰りね、寝て待ってとよって、お弁当買ってきたから、もうね、10時過ぎてんだよ。なんか食べないとと思って、ディナーにいただこうと思います。明日のね、お父さんのお昼用にお弁当も買ったの。あとこれ、車に入れっぱなしだったんだけど、ラフティングね、やったところで、最初にね、写真撮ってくれるんだけど、写真ね、今回も購入してきました。あそこにね、2枚飾ってあるんだけど、これもどっかに飾りましょう。じゃあまずとりあえずこれ冷蔵庫入れて片付けしていこう。サムちゃん、ありがとうみー。今日も一日ありがとうございました。お家帰ってきてから何したの。チャンプしたのよね、あたちね。お父さんしてくれたんだもんね。新しいシャンプーでね、サムちゃんのシャンプー新しいのね、オーダーしておいたからね、届いてたんだよね。キレキレになったのよ、なんですよね。いい匂いなのよ、なんですよね。まあ、一昨日シャンプーしたから別に明日でもいいよって言ったんだけど、お父さんにね、帰ってきたの遅かったし、いやいいよ今日入れるよって言ってね、お風呂ね、寒いとも入りましたが、よかったですね。スッキリ爽やかなりましたね。起きてるの、珍しいじゃんこの時間起きてるの。一部もうぐっしり寝にしてる時点でね、意識してみて気になるの。ママやお父さんがわちゃわちゃしてるから大丈夫よ、寝にしてて。まあでもタムちゃんもトムくんもね、ブーブの中でよく寝にしたもんね。ほんとおとなしかった、めちゃくちゃおとなしかった。静かに寝てたね。まあ寒いの場合は寝てるっていうよりかはなんかうとうとしてるっていう感じだったけど、でね、車の走ってる速度とかなんか雰囲気
気でわかるんだろうね。止まってさ、休憩するってなるとね、2匹ともね、起きてね、わちゃわちゃしだすんだけど、走ってる速度とかも全然違うからさ、そういうのもあるんだとは思うんだけど、車の移動ね、長かったですけどね、お疲れ様でした。ありがとうね、たまちゃんね。取り越しをしててくれていいよ。今回の旅行いかがでした？楽しかったですか？今日もね、いっぱいお散歩したもんね。昨日もしたけど、今日の方がいっぱいしたね。自然歩いたからね、思いっきりお散歩してるっていう感じがして、よかったですね。冒険もあったしね、たまちゃんはね、ポミクとね、一緒にね、いろいろ行ったからね、冒険したことあるけどさ、ね、トム子は初めてだったもんね、冒険ね。丸太さんね、越えたりとかね、くぐったりとかね、小川も丸太さんの橋で渡ったじゃん。トム子初めてだったもんね。そうだよね。眠いよ。ショック。ごめんね。ね、一緒に冒険したのよね。ありがとうね、タムちゃんね。トム君にいろいろ教えてくれてね。人間の後ろついていくんだったら安心だと思ってるんだろうね。お父さんが行くとさ、スッとついてってね。怖がるかなと思ったんだよね、丸太渡るとき。だけど、ね、サムもトムもスススッと行ったからね、お父さんについて。まあ、ラフト乗ってる様子ね、ご覧いただいたらね、お分かりいただけるかなと思うんですけど、やっぱりこの方々ね、四つ足ですから、安定感が全然違うので、人間とね。ああいうちょっとバランスを取らなきゃいけない場所も、なんてことないんだろうなと思って。楽しかったですか、冒険。ね、いっぱい冒険したから、疲れたのよね、私ね。だから、ブーブーがゆっくりできたんでしょ。たぶんじゃあ、そういえばお父さん言ってたじゃん。火曜日健康診断らしいよ。どこ行くにょ？トム君のとこ行くの？うん、わよ、じゃあ、トム君のとこ行って。お、乗った。上のあるの、そこがチョキなのか。で、そこでねねしてください。あれ違うの？そのクッションがいいの。それお父さんにおいするもんね。お父さんよだれ垂らしてるから。それでねねするのか。そっか。でもママはまだお話途中だったんですけど、姉さんもちゃん、火曜日健康診断らしいよ、先生。あら、お父さん出てきたんじゃない？一緒にねねするの？トムクと。うん、そうですか。先生行きますからよろしくお願いしますね。目の物もらい。一度見ていただいた時にね、なくならなかったらね、切るってね、お話ね、先生されてたんですけど、なくならないのよ。もう2ヶ月以上になるかなと思うんだけど、あるんだよね、プチッと。ずーっとあるの。そのこともね、ちょっとね、相談しなきゃなと思っておりますが。まあ、とにかく先生ね、頑張って来てくださいね。旅行お疲れ様でした。ありがとうね、ママ、ナムチャとヨータムクと一緒に行ったからすごく楽しかったですよ。本当ありがとう。今日も一日ありがとうね。ゆっくりにしてください。おやちゅみどむどむ、おやちゅみ、僕疲れてるんですよ、なんですよね。まあでも家帰ってきた後ね、はしゃいでてシャンプーもしたしさ、で私たちがね、わちゃわちゃしてるとね、もう一緒になってついてきてさ、何してるんですかって見てるしね。自分も一緒じゃないと嫌みたいね。もう旅行中もずっとそうだったんだけど、なんか置いてからないようにするために必死だったんだけどさ、まあね、お家帰ってきてるから置いて行かれることはないっていうのは分かってるけど、なんかもう全部情報は共有したいみたいな感じでさ、ずっとくっついて歩いてるからさ、まあ普段からそうなのでね、この子ね、お父さんがね、寝に行ったからやっと寝れる状態になってるんだと思うんですけど、ここにおもちゃ置いてあるけど、お気に入りのやつを必ず持って寝るからね。今日はこれがいいみたいだけど、お家帰ってきたからさ、いろんなおもちゃがあるからさ、いろんなの持って遊んでたけど、これ気に入ってるね。ロブスターカニって言ってるんだけど、そう、そういえばトムタ、そうだ、今年カニ探ししなかったじゃん。ビーチで真剣に匂い界で見つけてなかったね。そういえばあんまり水辺に行かなかったっていうのもあるかもしれないけど、まあでもお父さんくっついてさ、波が寄せてるところはさ見てたけどね。そういえば探してなかったね。よかったんですか、カニ探しは今年は。あ、でも見つけてもさ、食べちゃったりとかしたら困るから、見つけようとしない方のがいいのでもうそんなことしないんですよって、僕赤ちゃんじゃないですからねって言ってます。もう鬼太ですからよって言ってる。まだまだあなたは子犬身が抜けませんよ、全然。来月じゃないか、もう今月か、2歳になりますけど、まだまだやることがね、パピー味があるのね。うん、疲れてるの。もうポンポコシャシャネネするの。ネネと一緒ですよって。うん、そうね、ネネと一緒がいいんだよね。ね、くっついて寝たいんだもんね、本当はね。よかったね、トムだね、ネネ一緒にネネしてくれるって。お家帰ってきてね、サムちゃんは分かってるからあれだけど、トムはね、サニ君がいないの気にしてましたね。だから明日お迎え行くからねって、帰ってきたらね、大歓迎しようねってね、言ったんですけど、あ、なんか洗濯機の様子おかしいぞ、見てこないと。行ってくる。洗濯機見てきましたけど、うちのほら洗濯機縦型だからさ、片方に洗濯物が寄っちゃってて、ちゃんと回らなくなってたみたいで、濡れてると重たいしさ、もうね、ガタンガタンなっちゃうから、なのでバランスよくね、ばらけてきましたけど、回り始めましたね。眠りしか僕はよ、眠たいでしょよ、眠たいでしょよですけど、ブーブーの中でもすごくおとなしかったで、お利口者だったね、前にも来なかったしよ。できるじゃんかよ、僕お利口者によ。ずっとお利口だったもんね。ホテルでもまあ、もともとね、このお二方と
ともね粗相しないからあれなんだけど、そういうこともなくね、まあ、特にサムちゃんは絶対にないし、トムくんはシート敷いてあったら一応するけど、でもホテルのお部屋の中ではしなかったね。我慢したみたいでね、おトイレ行くって言ってね、定期的にそうお外行った時にちゃんと済ませて、お部屋の中ではねおトイレの素振りもなかったので、すごくお利口さでしたね。優秀ですよ僕。ありがとうございます。これからもだからお泊りじゃ安心していけましょう。トムさんお利口で助かってますよ。すごくお利口者ですからよ僕よ。本当にありがとう。ニーニー明日帰ってくるからよ、大歓迎してよ。楽しかったですよ、行ってきたんですよってお話ししてくださいな。よろしくお願いしますね。トムさんね、今回の旅行もねありがとうね。ママトムさんといて楽しかったよ。トムさんがよ楽しそうにしてるの見るのが楽しいですよ。ママはね、ありがとうね。今日も一日ありがとう。ゆっくり寝してください。おやじみということで、本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね、1時44分だ。もうそろそろ2時ですね。まあでも今回してる洗濯物終わったらドライヤー突っ込んで寝ようと思ってるので、そう全部ね洗濯終わらせたから、今回ってるのはこの子たちのもの、ベッドとかタオルとか、一応ライフジャケットも一緒に洗ってるからさ、そういうものとか全部入ってるので、ライフジャケットはドライヤー回さないけど干すけどね。で全部終わるから、で明日サニ君ねベッド持ってってるから、それで、ね、帰ってきたらね洗おうかなと思ってるんですけども、まあとにかくちょっと帰ってくるのはね遅かったんですけれども、お片付けもですね順調に、はい、終わりまして、お父さんもね今日大変だったらいいよって言ったんだけどね、サムちゃんとともくねシャンプーしてくれて、全て綺麗さっぱりね終わりましたので、気持ちよくね眠れそうです。なんかカメラの位置が高いような気がしない、するよね私だけ。ということでね、本日ですね旅行最終日、はい、無事にねお家に帰ってまいりました。ホテルねチェックアウトしてからどのぐらいかな、2時間ぐらいかなだと思う。トレイルねハイキングして、それからねキロに着いたんですけれども、お父さん1時間半ぐらいかななんて言っておりましたけども、まあねその見ている時間よりもね30分ぐらいはオーバーするかなと私は思ってたから、まあ想定内の時間にそう戻ってこれたんですけれども、やっぱりさ普通に歩いてどのぐらいかっていうのがさ目安で出てると思うんだけど、もちろんねこの子たち連れてるし途中で休憩したりとかそういうこともあるから、目安の時間プラス30分ぐらいはね、かかるなと思うので、ね、トレイル入る前にねこの子たちいるからそんな難しいコースじゃないと思うなんてねお話ししたかなと思うんですけども、まあ別にコース自体は難しくはなかったと思うんだけど、高低差もなくてずっとね平坦な道歩いてるイメージで、もちろんね多少はね高低差あると思うけど、周りね山々に囲まれてるんだけど、その途中トレイル分かれるところがあって、そのね分かれるところから電池を変えてまいりましたが、洗濯終わりましたね。何の話してたっけ。分かれて右側に行ったコースは難しいコースになるみたいで、そのね山のねてっぺんまで行けるのかな、でキャンプして帰ってくるみたいなコースだと思うんだけど、あの山だと思うよってお父さんがね指さしてたけど、結構高い山でちょんとなってるんだけど、先っちょがあそこの先っちょまで行かれないと思うけどなと思いながら、そうでもその帰りじゃなかろうかっていうね方々ともねすれ違ってね、大きな荷物ね背負われてて寝袋とか持たれてたから、お片付けしてちょうど降りてきたんじゃないかなと思うんだけど、私たちがトレイル歩き始めたのが多分10時ぐらいだったと思うので、朝ね起きてお片付けして降りてくるにはちょうどいい時間なんじゃないかなと思うので、そんなコースもあるようなんですが、比較的に歩きやすくてね疲れたなっていう感じはないコースって言ったらいいのかな。高低差があると疲れたなと思うけどさ、ね、登ったり降りたりするからそういうのはなかったのね。まあちょっと足場が悪いところがねあったから、まあ、誰でもスイ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 行けるっていうわけではないけれども、だからといってよほどのことがない限りはもう皆さんね普通にね歩いてこれるんじゃないかなというコースなので、よかったなと思いまして、でねちょっとね丸太の上歩いてさ小川を越えたりとか丸太をね越えたりとかくぐったりとかするようなところもあって、何にもないさほんと平坦な道歩いてるとさ、もちろん景色楽しめるけど、そういったその自然の中を行ってるってさ、やっぱりさそういうことも楽しみなわけじゃん。ちょっとなんか難しそうな高校はどうやって行こうかなって思うような場所があるっていうのも、だからそういうところもあってだったので、よかったんじゃないかなと思いまして、でねすごい難しいわけでもないからさ、サムちゃんもトムくんもね難なくこなしてたので、特にトムくんはああいうねところを歩くのも初めてだったからさ、去年いくつかハイキングいたしましたけれども、歩
歩いたコースも岩場とかは歩いてるけど、丸太で小川渡るとかはしてないからさ、初めての冒険だったのでね、楽しかったじゃないかなと思って、もうすごい楽しそうだったよ。ずっとニコ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 さん、テンション高くて、次は何ですかみたいな感じで。ポミもね好きだったからね、岩があったらすぐ登るし、ポミはで、なんか難しいコースに行ってさ、あえて難しい方をさ選択してさ行ってさ、降りれなくなってたりとかしてないの。あの子はね、トマト様はね分かってんだなと思ったんだけど、より安全に歩ける方を選ぶね。迂回していけるんだったら迂回するし、ショートカットしようとはしない。まあだから何かって怪我するようなこともないんじゃないかなと思ってね、この子たちはね。まあまあとにかくね、すごい楽しそうに2時間ねしっかりと歩いてね、そして疲れて帰りの車の中ではですね、ぐっすりね眠ってねくれたのでね、あ、よかったなと思っておりますけれども、まあでもね、そのレイクタホ出るのがねちょっと遅かったのでね、帰ってくるの遅くなっちゃったけど、帰りの道はねどこもね混雑してるところもなくてね、順調にね流れておりまして、渋滞にはまってすごい時間がかかっちゃったよっていうこともなくですね、帰ってこれたので、まあだから反対にね、そのもうちょっと早かったら LA のダウンタウンの渋滞にねはまって出たと思うので、レイクタホ出るの遅くてよかったなと思って、ホテル出た時間にじゃあもうそのまま帰るかって言ってね出発してたら渋滞ドハマりだったと思うので、まあでもそうなってた場合は道が違ったかな。今日歩いたトレイルも北の方だったので、そこからだと同じ道戻って南に行って、で行き通ってきた道、それはねフリーウェイじゃないんですよ。全部山の間をね抜けてる道っぽいんだけど、まあ、そっちの方のが距離的には短いらしいんだけど、今日ね帰ってきた道はずっとフリーウェイで、距離は伸びるけどスピードはさフリーウェイの方が出せるから、時間的にはね多分そこまで大きく変わらないんじゃないかなと思うので、行き帰り違う道を走ったのも気分転換になるんじゃないかなと思って、お父さんのね、まあお父さんはどこでもね車の運転が大好きだからさ、とにかく運転してるのは好きみたいなのでいいのかなとは思うんだけど、そうしかもね今日ね帰り一回も眠いって言わなかったの、眠いってねいつ言い出すかななんて思ってたんだけど、なくてねすごい元気で、どうしたと思う。昨日さ結構寝てたから、ホテルにいる時間はほとんど寝てたんじゃないかなっていうぐらい寝てたので、まあそれもあって眠くなかったのかなと思うんだけど、まあでもチラッと見るとさ何かゴソゴソ食べてるからさ、まあね口動かしてるとさ眠くならないじゃんっていうのもあるのかなと思うんだけど、でこの後眠くなったら大変だと思ったみたいで、今までずっと眠くならなかったからさ、最後の休憩ポイントでモンスターのエナジードリンク買ってきてね、こういうの飲むとやっぱりその時だけは眠気が来なくなるから、最後の一踏ん張りで飲むとか言って飲んでたけどね、まあまあとにかくお父さんのね頑張りのおかげでみんなね何事もなく無事に帰ってくることができました。今回の旅行ね、もともとねゆったりのんびり行ってこようよっていうね話をしてたのでね、ゆとり持ってね過ごすことができて、やっぱり旅行ってさ結構詰め詰めでさ、あれもこれもそれもこれもっていう風にねなりがちだけど、こうやってゆったりのんびり過ごすのいいなと思って、私あんまりその好きじゃないんですよ、ああじゃないこうじゃないわちゃわちゃするのが。だからお父さんにね旅行どこか行きたいところあるって聞かれると必ず南の島って言うんだけど、そういうところ行ってもうほんとポケーっとねしたいわけ。でもお父さんそれが苦手だから、もう毎日こう時間でさ予定組んでいかないとね嫌なタイプみたいでね、全然合わないのだからでも私が数年前かカンクン行った時にすごいねリラックスして楽しんでたっていうのを覚えててさ、アイスはこういうのが好きなんだろうなと思って、いつかねまた行けたらいいなと思ってるんだけどとか言ってたからね。まあ私たちもちょこちょこと旅行の話するけどさ、行きたいところいっぱいあるのよ本当に、あそこにもここにもどこにも行ってみたいみたいな感じで、最近私もねあんまりその旅行とか特に海外旅行とかも興味なかったんだけど、別に行けるなら行くけど、うん、自ら進んで積極的にあそこに行きたいとかここに行きたいっていうのはないからさ、まあだけどお父さんの話聞いてるとさ、あ面白そうだないいなと思って行ってみたいなと思ったりして、でお父さんが興味があるんだからさ、行けるんだったら行けばいいじゃんと思ってるから、ここ行ったらどうしようかとかいう話もねちょこちょこするんですよ。まあでもね実現しないのはもちろんね金銭面のこともあるけど、それ以上に時間がないのお父さん本当に。休んで時間作るって言うけど、もう絶対無理だと思ってるので毎年ねお父さんとは旅行は最低でもサムとトム連れて2回と日本に行くのが1回とあと夫婦での旅行を絶対に1回行こうってねいう話になるんだけど、夫婦での旅行に行ってないもんね2人
人での旅行去年行かなかったでしょ。そう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 、サムとトム連れては3回行ってるのか。去年はセドナとタホと平沢家行ったでしょ。で日本は行ってるからね、夫婦の旅行には行ってないんだけど、今年こそは行きたいねとは言ってるけど、ね、どこ行くのかっていうのもあれだしね、そもそもお父さん時間が作れるのかっていうのもあって、もうだってこのお休みが終わったら8、9、10月ぐらいまでかな、すっごい忙しいみたいで、ほとんど家にいないって言ってたし、来月ねトムちゃんの誕生日あるけどいないって言ってたしさ、2歳の誕生日だからね、どうしようかなと思ってるけど、まあでも次はね、そうだな、秋にセドナ行きたいなってまた言ってたから、お父さん、サムトムと一緒にね、その前に夫婦の旅行に行きたいなって言ってるんだけど、絶対時間ないじゃんね。でも本当に最近ね、あそこ行くここ行くっていう話を2人でするので、今日も帰りねオーストラリアに行きたいっていう話になって、お父さんがね、じゃあ行ってきたらいいじゃんって言ったら、なんでアイさんは来ないのって言われて、俺がコアラを抱っこしてる写真を撮らないといけないでしょとか言ってさ、でなんかオーストラリア行ってあれしたいこれしたいみたいな話してたからさ、ああオーストラリア行きたいんだと思って、あとねパリ行きたいな、ずっとパリ行きたいな、まあ、パリはねずっと言ってる、パリ行きたいパリ行きたいってずっと言ってるでしょ。あとは何だっけな、まあとにかくヨーロッパ圏は全ての国行きたいんじゃないかなと思うんだけど、なんか全然違うじゃん私と好みが。まあでもね、行けるんだったら夫婦2人の旅行もね今年はね行けたらいいななんて思っておりますが、まあでも何よりもね、サムちゃんとトムクとね一緒に行く旅行がね、やっぱりね私たちにとってすごくハッピーな旅になるので、やっぱり彼らが喜んでる姿見るのが何よりもね一番私たちにとって嬉しいことだから、今回も彼らは満足してくれたかなどうかなと思ってるけど、とにかくですね今年のね夏の旅行ですね、みんなでね楽しんでくれてよかったなと思っておりますということでね、昨日もお話しいたしましたが、サリクはですね明日お迎えに行く予定でおりますので、お父さん朝行ってくるって言ってたから、その様子だけはまたちょっとカメラ回そうかなと思っておりますので、この後差し込もうかなと思っておりますが、今回もねサリクがね何したのかっていうのをね聞くのがね今からねとっても楽しみです。ということでね、洗濯もね終わりましたので、本日はこの辺りで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。だいぶ帰ってきました。やばい、ロー言ってるけど、はい、くん元気しちゃったんだって車ね、うん、午前中はね、いやまだ消化進んでないからダメなんだよね。なに、すごいね、青を言うの。どう、うん、トムクがするの、何語に。じゃあトイレの上座ってんの。ニニなんだよね、ニニだって。タニクって言ってるよ。ニニおかえり言ってるじゃん。今回もご苦労様でした。何してきたの。ママ後からお父さんにお話聞いていい。タニク何してたか。トイレ入るの。いいよ入んな。やっぱあれだね、お泊まり行ってくるとトイレ絶対チェックするね。お泊まり先のホテルでもさ、一番最初にさトイレチェックしてたってお父さん言ってたけど、やっぱニャンコちゃんの習性なのかな、おトイレ絶対チェックする。トムタン、ニニだよ。ねえ、タムちゃんも。来るなよ、言ってんの。うん、何、匂い嗅がしてって言ってんじゃん。匂いたいんだって。チュッキなんだってよ、タニクのこと。みんなタニクのことチュッキだもんよ。タムちゃん起きたよ。タムちゃんはそんな積極的にはしないけど。気になってる。どうしたのって言って聞いてんの。よかったね、大チュッキがニニ帰ってきてよ。トムタン、ニニを取る派なのかな。あ、違うわ。落ち着いたね。ここに乗ってると、もう多分トム乗ってこないから、もちろん届く範囲は匂われるけど、それ以上しつこくされないと思ってるんで。タムちゃんは？タムちゃんもチュッキだもんね、ダニゴのことね。ご挨拶すればいいの。ご挨拶していいかしらって聞いてんの。ダメよ、飲むのは。やめろよ、ね、うん、大変だね、人気者だね、タニクね。お父さん、タニクの毛片付けてくれてるみたいよ。よかったですね。うん、そこでこの瞬間じっくりしててタニクね、ありがとうね。本当ありがとうございました。今日は暑いからよタニクね、気をつけて過ごそうね。それがサニーの場合はってずっと言ってる。ゴロゴロ丸なの。タニクどこ行った。今お父さん、サニクがお利口さんだよって話してくれて、出てます。おトイレ入ったんだ、やっと。大変なんだって糖尿病のニャンコちゃんも。インスリン打つのも二人がかりで分厚い手袋して押さえてやらないと暴れるみたいなの。サニはもうゴロゴロ言ってやってやってって言ってさ、待ってるからさ、めちゃくちゃ楽みたいね。よかった、注射が好きです。本当にすごい賢いから、注射すると調子が良くなるって分かってんだよね。だからすごい好きなんだと思うんだけど、最初からだからね、インスリン初めて打った時も全然嫌がらなかったの。だけどその打ってると調子がいいっていうのを多分
体で感じたんだろうね。それからすごい喜んでさ、打ってくれって言って待ってるからね、うん、ね、お利口ですもんね、ダニブね、ありがとうね。うん、何してんの、撫でてるの、どうしてんの。毎回ね、その他のね、糖尿病のにゃんこちゃんがサミだったらいないって言われるので、ダニ君お手本しないと、こうするんだジョイユって、他の子に病気つらくなくなるジョって、体つらくなくなるジョって教えてあげないと。お父さんお片付け終わったみたいね。朝一本ミーティングして、それからサミ君を迎えに、でこれから会社行くみたいなので、昨日今日と暑いのかな、その前から暑いのかな。私たちが旅行ね出た日はそんなに暑くなかったんだけど、まあとにかく今日まで暑いみたいで、今日の最高気温も35度だったかな。来週なんか25度以下になる日があったんだけど、週間天気予報見たら大丈夫かなと思ってるけど、うん、みんなでね、涼しいお部屋でよ、のんびりさせて過ごしましょうね。よろしくお願いしますね。トムとギターにゃん。うん、よかったね。サニクね、トムすごい好きなんだよね、実は。しつこくされてさ、めちゃくちゃアタックされたりとかしてさ、やられるじゃん。でも全然嫌がんないのよ。たまに猫パンチしてるけど、でも反撃したりとか怒ったりとかも絶対しないのね。トムのこと好きなんだよね。すごい好きみたい。なんだろうね。やっぱ年離れすぎてるから、赤ちゃんだと思ってるんじゃないかなと思うんだけど、子犬っていうカテゴリーのものにはすっごい寛容だから、もうずっとね同じなのね。多分だからパピーだと思ってたと思う、ずっと。よし、じゃあみんなね、お父ちゃんこれからお仕事行きますからよね。タムちゃんも待ってるけど、仲良しはしてよ、のみりちゃんしてよ、過ごしましょうね。ではこのあたりで失礼します。バイバーイ。